おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ264です。はい、今回ご紹介するのは、前回前々回でキバエンペラーフォームの SIC をご紹介しました。ということで、一応キバシリーズですねから出ている SIC は今回のこれでとりあえずラストとなります。それがこちらです。じゃん。はい、こちら側入ってませんね。こちら側入っていないのは、まあ、過去に、ダークキバですね。こちらの方をご紹介しました。それがこちらに収まっておりました。で、ある意味その残りですね。機会があったらご紹介しますと言っていた、その残りであるこちら側のイクサです。こちらの方を今回ご紹介していきます。パッケージは、まあ、一応前回も、そのダークキバをご紹介の時に、軽くちらっと見せたんですけど、はい。一応こちら側ですね。が入っております。ということで、早速こちら開封といいますか開けまして、一式こちらの方に、並べたいと思います。はい、一通り並べてみました。こちらが交換用の手首ですね。で、一応こちらが、戦ナックルだったかな、はい、が最初からついてるやつですね。こちらの手首を使用する際にはここにもともとついているこの戦ナックル、こちらを取り外してやらないと、ちょっと違和感あるよっていう感じですね。で、こちらの戦ナックルは基本的に右、左には、取り付けることができません。まあ、実際右でしか使ってないはずなんでしょうがないですよね、という感じです。それとこちら戦カリバーのガンモードです。そしてソードモードにするときには上の部分にこちらを取り付けてソードモードにします。はい、これは後々、ご説明します。あとここにフエッスルですね。一応ここが、戦にしか付いてないパワードナックルカリバーのフエッスル。そしてこちらから、バッシャーフェイク、ガルルフェイク、ドッカフェイクというやつです。はっきり言って小さくて色でしか判別できませんっていう感じですね。それと、バーストモードというこのフェイスパーツですね。こちらが展開したヘッド、こちらが別についております。はい、それではとりあえずこちらの方ザーッと避けまして、まずこちらですね。こちらの腰のここのところに、取り付けていきたいと思います。で、左ですね、左側なのでこちらから順番に、ガルルフェイク、バッシャーフェイク、ドッカフェイクのフェッスルがつきますので、つけていきたいと思います。はい、取り付けたのがこんな感じです。一応、色ですね。青、緑、紫。ちょっとわかるかなーって感じですね。はい。そして反対。右側ですね。こちら、前の方から、カリバー、ナックル、パワードの順番でつけます。はい、とりあえずつけてみました。多分これで合ってると思いますが、ちょっと小さくて、でちょっと何とも言えないんですけど、これで合ってると思います。はい、では取り付け終わったということで、早速可動範囲ですね、こちらの方ちょっとご説明していきたいと思います。はい、頭部こちら左右、まあ、上で下が非常に苦しいですね。この顎の部分下のところでちょっと、削り込みといいますか、結構くぼみはあるんですが、首の造形の関係でこれが限界、下向いてるのか向いてないのかよくわかんない感じになってますね。で、あと肩アーマーが背中のここの部分と接続されているので跳ね上げてもこれが限界かな。で、個体差がちょっとこっちが緩い感じですね。よいしょ、ちょっと上げ気味にして、うん、やっぱり重みで落ちますね。これちょっと強化が必要かもしれないね。はい、腕は一応この左右上がります。で、腕は軸可動なんでまっすぐ、あと後ろ、まあ、跳ね上げてもこの取れたね、こうですね、この穴にこのピンが刺さってます。はい、肩アーマーさえなければ真上とかも余裕でいきますね。はい、で腕ですね、腕は一応二重関節なんでここまで曲がります。そして手首は一応ここの可動ですね。この向きで言うと縦ですね。これは動きません。軸が1可動しかないので、この
方向しか動きません。はい、あと胸ですね、ちょっと固まってっかな。一応腰の部分と腹のここの胸のこの辺りで多分動くはずです。腰周りそんなに干渉するものがないんで結構動きますね。であと足で、最初は基本的に後ろ向きには、後ろに足出すのは苦手なんですね。このお尻の部分が硬質パーツなんで、まあこれが限界。前は結構ここの部分が軟質パーツなんで、これで結構上がりますね。はい、あと股関節のここの受け軸の部分と太もものところでこうロールさせることができます。そして足がここまで曲がります。で足首の方も動きますし、つま先の方も稼働します。はい、一応稼働範囲としてはこんな感じですね。で今ちょっといじった感想としては、肩がこっちが特にちょっと緩いのと、あとそうですね、今のところ胸の下ここところですね、ここところで稼働しない。あ、ちなみにこれ金属です。ちょっとね、ちょっとだらしない感じですね。はい、非常にシンプルですね。はい、それでは一応武器の交換といいますか、武器の持たせ方ですね、はい、をやりたいと思います。武器の持たせ方としてもこの手しかないんですね。右しかないですね、手首は。武器持ちの手は右しかないです。はい、まあこの手首に武器を SIC ではいつものことなんですが、まあ何とか持たせると。はい、こんな感じです。持たせました。はい、そしたら手首を引っこ抜きます。こういう感じですね、棒です。引っこ抜きまして、声差し込めばこれで OK。 一応これで、はい、戦カリバーガンモードをこう持たせております。こちらは左はないので右専用ですね。はい、そしてさらにこちらをソードモードですねにするときには、実際はこちらの部分ですね、この下の銀色の部分を押し込むことによって、まあ、ここに剣の先端が、まあ生成されると言いますか、出てきます。ただそんなギミックはあるわけないので、こちらの下のマガジンみたいな部分をまず引っこ抜きます。まあ、設定的にはこちらをこう押し込むと出てくるので取り外してしまいましょう。そしてブレードパーツをこのように取り付けて、はい、はい、このように持たせることができます。はい、まあ持たせ方といっても先ほどの、ガンモードからの引き続きなんですけどね。でちなみにこちらちょっと抜きまして、この戦ナックルですね、こちらを取り付けます。はい、でこれで技やるのも、まあ、技やったりするんですけど、その時にここについてるのはおかしいんですね。これを手に持ってるんで、なのでこちらのベルトについているこのパーツは取ってしまいましょう。はい、まあ、実際こっから取り外して使うんで、これが正解っちゃ正解かな。さらに笛っするですね、本来は笛っするをここに入れて、ナックルでガチャコンって押すんですけど、多分入ると思います。ただ抜けなくなったら困るんで今回はやりません。はい、以上手首は左右同じような要領で変えることができます。一応ソードモードにします。はい、でソードモードにしたついで、次あれですね、ヘッドのバーストモードへの変更をやってみましょう。はい、ヘッドですね、こちらのヘッドの表面部分だけを取るわけではなく、頭を引っこ抜きます。結構これ簡単に抜けます。はい、抜きましたら、抜いたところと同じような感じでつけてしまいましょう。はい、これでもうバーストモード完成です。頭部取っ替えただけなんですけど、頭部変わっただけなんですが、結構やっぱあれだね、ちょっと派手になった感じになりますね。でこれからさらにライジングですね、戦ライジングっていうのもあるんですが、実際は、こちら SIC になっておりません。多分今後も出ないんじゃないかなと思いますが、一応こちら戦で
騎馬シリーズはとりあえず終わっております。ただ仮面ライダーブレイドに出てくるギャレンというやつの、ギャレンじゃないわ、レンゲルですね、それのキングフォームもつい最近、発売といいますか出たとかあるので、もしかしたらあるかもしれないですね、発売する可能性ですね。はい、一応戦としてはこんな感じです。一応総じてちょっと言えることはちょっと緩いかな、ここの手のやつもいまいち合ってません、肩のこのアーマーも緩いです、首も結構比較的緩めですね、手首のこちらもそうです。で、フエッスル取り付けも若干緩い感じがしましたね。はい、なのでちょっと取り扱い注意かもしれないです。物自体はちょっと言っても言いません、ちょっと言っても変ですけど、物自体は、かっこいいです、文句はないです。ただ可動範囲とかにちょっと癖があるかなっていう感じです。では一応こちらちょっと避けまして、いつものこちらのコーナーです。ほとんどないです。よいしょ、はい、ここで来るかい、電話、はい、こちらです。仮面ライド、はい、はい、では戻ってきてもらいまして、一応これで SIC の仮面ライダー戦ですね、まあ騎馬シリーズとりあえず最後ですねの戦のご紹介終了したいと思います。気になった方は、中古ショップとか、ちょっとこういう古めのものを扱っているお店を探してみてもいいかもしれません。はい、それでは一応次回はまだ内容を決めておりませんが、一応次回またお会いしたいと思います。それではまた次回お会いいたしましょう。バイ。